マイケル・キートンことマイケル・ジョン・ラグラスはアメリカの俳優。俳優として知られるキートンは七人兄弟の末っ子としてペンシルベニア州コラオポリスに生まれた。父親は測量技師だった。スコットランド及びアイルランド系で敬虔なカトリックの家庭で育つ。地元の高校を卒業後、ケント州立大学へ進学するが中退してピッツバーグへ移り住む。 芸能界には、スタンダップコメディアンとして出発。その頃、ピッツバーグの地元公共テレビ局において、カメラマンとしても働いていた。その後、テレビ番組のプロダクションアシスタントを経て、ロサンゼルスに渡り、全国放送のコメディ番組などに出演。ジェームズ・ベルーシュラとも共演して、徐々に知名度を上げていく。以前は、本名のマイケル・ダグラスで活動していたが、同名の俳優が、 すでに加入していた映画俳優組合に加入するにあたって芸名のマイケル・キートンで活動するようになった。1982年に駆け出しのロン・ハワードが監督したラブイ・ニューヨークで正式な映画デビュー。後に出演したハワード監督の元ンでは日系企業の米国進出に翻弄されるアメリカ人ビジネスマンを演じており日本人俳優の山村里志とも共演している。 同映画の冒頭では、実際に東京ロケを観光しており、キートンも、秋葉原の電気街や、地下鉄の構内、田舎の田んぼなどの撮影に参加している後に、ティム・バートン監督のビートルジュースに出演し、ハイテンションな霊界のバイオエクソシストであるビートルジュースを演じ、人気を得ると同時に、映画俳優としても認知されるようになった。さらには、バートン監督のバットマンでは、 ブルース・ウェイン役で演技派俳優として人気を不動のものにする。以降、バットマン・リターンズでも引き続き担当していたが、ティム・バートンの監督交番とともに、ブルース・ウェイン役をバルキルマーに譲った。ビートル・ジュースのイメージが強烈だったことから、制作当初、キートンのブルース・ウェイン役に、スタジオの重役や、バットマンファンは異議を唱えたが、 作品が公開されてからはそういった非難も落ち着き、好意的に受け入れられた経緯がある。シリーズものへの出演はよほど内容がよくできていない、限り断っているようで、イギリスの映画雑誌のインタビューでは、ヒット作に必ず続編を提案するハリウッドのシステムに疑問を呈したこともある。声優としても活躍しており、宮崎駿のアニメーション映画、紅の豚の英語版では、 主人公ポルコ、ロッソの声優にも抜擢され、ピクサー制作のトイストーリーさんでは、バービー人形のボーイフレンドである、ケヤクを担当した。また制作や監督業にも進出しており2009年には、クリミナルサイト、運命の暗殺者の監督、主演も務めた。2014年、アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリト監督作品、バードマンあるいはに主演し、 ゴールデングローブ賞主演男優賞など数々の映画賞を受賞し、アカデミー主演男優賞にもノミネートされた。1982年に女優だったキャロライン、マク・ウィリアムスと結婚して1983年には、一人息子のショーン・マックスウェルも生まれた。だが1990年に離婚。1989年から1995年までは、 同じく女優のコートニー・コックスと付き合っていた。なお、2010年2月11日にキャロラインは他界した。ありがとうございます。